Hello. My name is Yoshinori Hanawa. 本当はですね、もっとちゃん僕英語ペラペラなので全部話したいと思ったんですけど、わからないからね、日本語で話します。こんにちは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 。僕は小さい頃、こんなへんてこりな格好をしていますが、案外内向きだったんですね。ここにいるのが僕です。端っこにいるのが僕で、みんなの仲間から、あまりみんなの輪の中に入らなかったりすることも多かったり、一人でよく考え事をしてたりしてました。内向きだったんですね。今日はそんな僕がこんな格好になるまでに至ったちょっと一つの大切なキーワードを話したいと思います。とりあえずというお話です。もうちょっと小さい頃のお話をすると、内向きの癖で面倒くさがり屋でした。その癖に、完璧を求めていました。いいですか、厄介ですよ。面倒くさがり屋のくせに完璧を求めてたんです。小学校6年間漢字ドリル、計算ドリル、あるよね、あるよね。36冊3学期分があるので、あ、やるんです。それ僕1冊しか終わらせたことがなくて、残りは全部頑張りましょうって言われちゃいました。全部やってからね、出そうと思うでしょ。そうするとね、どうしても面倒くさがり屋だからね、ダメになっちゃうの。さあ、僕がちょっと変わり出した2つのお話をしましょう。1つ目、たまたま大人の人とお話しする機会があって、その大人の人から、トイレ掃除をしてるんだ僕って言われたんです。で、僕もこんな格好してる僕でも、その時生徒会長だったので、学校のトイレが、生徒会長だったのででね、笑わないの。ね。いい学校です。で、トイレが汚いことが悩みの種だったので、この方法はいいと、その男性の人と2人でやって、で、先生にこういうやり方がありますよって言いました。でも先生はちっとも動いてくれません。そこで、僕は何とかしなきゃと思って、とりあえず一人でトイレ掃除をすることにしました。ね。なんかもう結末が見えてるような感じがしますが、一人でトイレ掃除をしていると、みんなでトイレ掃除ができました。そして、最後には大人たちもトイレ掃除に加わって、全部で40人ぐらいみんなでブラシ持って、やるぞーとすることができました。また、これが2つ目のお話。僕の街でもやりたい。僕はよく街づくりに興味があって、僕は今日茨城から来たんですけど、茨城の勝田というところに住んでいます。街づくりに興味があって、僕の街でもやりたいと講演家の、先生の方に言ってみたら、君のためならぜひと思っても見なかった返事でした。君のためならぜひと言って、実際にここにいるのが僕ですね。7月に、この前の7月にできて、今度も来月、また先生をお呼びして開催することができます。この2つのことが、みんなでトイレ掃除ができたり、街づくりの先生を呼べたりしたのは、僕はとりあえずの力があったからこそだと思っています。とりあえずの力って何ですか？例えば、とりあえず言ってみたり、とりあえずやってみたり、とりあえず始めてみたり、その他にもたくさんのとりあえずの力があります。僕がやったのは、とりあえずやってみること、とりあえず言ってみること。とりあえず一人でトイレ掃除をしたから、みんながトイレ掃除をしてくれるようになった。とりあえず、講演家の人に、ぜひ来てくださいと言ってみたから、実際に実現することができた。とりあえずの力で、アドバイスや協力、紹介がもらえたりします。では、とりあえずの力がなかったらどうでしょうか。僕はもともと一人で考え込むタイプだと前言いましたね。考えているうちに、どん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 リスクを思いついてしまいます。リスクっていうのは、ああ、こうなったらどうしようとか、
もしこうなったらどうしようとか、そういういろんな心配事を考えてしまいます。とりあえず言ってみたり、とりあえずやってみたり、とりあえず始めてみたり、先にそういうことをしてしまうことで、考える前に一度動くことができます。だからみんなもとりあえず動いてみましょう。とりあえず動けば何らかの力は手に入ります。とりあえずで小さなムーブメント、小さな動き、トイレ掃除ができたり、街に呼べたり、そういう小さなムーブメントは起こせることが分かりましたか？分かった人？はーい、本当かな。でも小さなムーブメントだけですか？いいえ、そうではないのです。やっとなぜ僕がこの格好でいるのかご説明する時が来ました。僕は現代の飛脚というサービスをしています。現代の飛脚、その前に飛脚って何ですか？飛脚って分かりますか？飛脚分かる人？はい、飛脚って何ですか？そう、昔の郵便屋さん、よく分かってるね。これは実際に江戸時代の絵です。運んでいます。こういうふうにするサービス、現代の飛脚を僕は一人でやっています。もちろん学校があるのでたまにしかできませんが、みんな東京に住んでるのかな？もしかしたらどっかで見ているかもしれませんけど、お母さんにあんなもの見ちゃダメと言われてるかもしれません。でも僕はやっています。実際に物を受け取って、こうですね、仁王立ちしてますね。こういろんな人のところに届けに行くのです。実際に走っている様子がこちらです。ありがとうございます。でですね、これなんか貼ってますね。そうなんです、飛脚広告というのもついでに始めました。貼るとみんな見てくれるんですね。こんなへんてこりな格好するとみんなもね、こうなったら見てくれるんだよ。みんなな、ぜこの飛脚を始めたんですか？僕はふんどしを締めてました、中学校の時から。たまたま新しいパンツを買おうとしたんです、僕、通販で。そしたらおしゃれなふんどし、こんなのを見つけてしまいました。サイトにアクセスして、これはいいと思いました。でも高すぎて買えませんでした。諦めきれずにミシンで縫って作りました。みんなにふんどしをこういうふうに安く提供することができたらいいんじゃないかな、そう思って、僕はいろいろふんどしを売るアイディアをこうやって売ったらきっといいんじゃないですかと、とりあえず言っていました。そういうことを話していたら、君、僕飛脚やったら君面白いんだけどと言われました。なんて答えたか、僕はやりますと答えてしまったんですね。とりあえずです、これももちろん。よくよく考えましょう、よくよく考えてください、ね、みんな考えて、こういう格好になるんだ、ね、こういう格好になるんだ、無理だろうな。でも僕はとりあえずやりますと言って、その後にどうしようとなりました。いいですか？で、仕方ないです、サイトを作りました。来た、現代の飛脚で、おいよ、こういうふうにステッカーも作りました。さっきの女の子にあげましょう。そしてツイッターで集会依頼待ってますと書き込んで、ね、こういうふうにいっぱい言ったんです。あまり反応はありませんでしたが、ね、まあ、現代の飛脚なのでちょっとタクシーもね、使わざるを得ないんですね。現代の波には逆らわないようお願いいたしますね。今日も IT とかありますけど、僕もバリバリツイッター使いますよ、ね、こういうふうにとりあえずはみんながまだ見てない世界の入り口になってくれます。みんなこんなの見たことあった？あったって人？誰もいないね。こういうふうに
まだ見ぬ世界の入り口になってくれて、思わぬところから新聞に載ったりします。小さなムーブメントだけじゃなくて大きなムーブメントだって起こせる、お分かりいただけたでしょうか。はい、ありがとう。とりあえずは広い世界の入り口なんです。とりあえずは誰にだってできる、できるよね、できるよね、誰にだってできるんだ。とりあえずがなきゃこんなに高かったハードルもとりあえずの力でちょっとは下がります。もしかしたら壊れてしまうかもしれません。なくなっちゃった。とりあえずでできるかも。小さなことを始めるためのとりあえずです。最初の一歩ですね。僕は最初の一歩を踏み出してグラフィックデザインを始めました。全然話がぶっ飛んでます。グラフィックデザインってわかる？知らない？グラフィックデザインっていうのはこういう文字とかをかっこよくしたり、 T シャツとかを、まあ、いろんな文字とか、なんだろう、紙とか、その君が持ってるパンフレットもグラフィックデザイナーさんがやってくれたおかげなんだけど、そういうのもやってたおかげで僕は他の高校の先生になることまでできました。本当かな、これ合成したんじゃないかな。違うんです、本当なんです。というふうに僕はそのグラフィックデザインの力を使って起業しようと思います。これもとりあえずです。株式会社飛脚堂です。いつか有名な人の口から The most important thing in life I found that とりあえず とか、とりあえず to change the world と語れるかもしれません。本が出ちゃうかもしれません。そういう力をとりあえずは持っています。みんなわかったかな？わかった？とりあえずは世界を変えるんだよ。わかったかな？本当にわかったかな？とりあえずはどうするの？世界を変えるんです。ありがとう。